ストラリア最終日です。おめでとうございます。一日楽しみましょう。イエーイ。ということで着きました、アウトレット。ハーバータウン、めっちゃ広そうですよ。楽しめっこだ。見ていきましょう。じゃあ行こう。いただきます。いただきます。はい、いや龍河のめちゃくちゃめちゃくちゃ少ないよ。すげえ、そのパン。うまい。うまそう。大勢のなんかさ、ケバブみたいな、違うやつみたいな。マオリヘルシーサラダ。もっと違う。あ、牛、まあ、あ、美味しい、美味しい、シーズンがやばい、めちゃくちゃうめえ。うん、うまっ。ガチのアウトレットだね。やばい、マジでやばい。めちゃくちゃ混んでる。混んでる。やばい。そうそうそう。そう。で、日本にないやつならどうせ欲しいね。どうせなら。怖いね。アウトレット商品だから多分ね、時期がちょっと前かもしれない。多分半期遅れてる。そうそうそう、これ多分ね、多分ね、サイズごとに分かれてるから、それで見てみよう。じゃあいろいろ見ていきましょう。はい、買い物一通り終了しました。やばいです。まだ買えてんの。それな、めちゃくちゃ買った。うわ、最高。じゃあチョコ、お土産買って戻ります。ということで合流しました。やべえ、皆さんめちゃくちゃ買ってますね。セブと最高。セブじゃねえよ。みんなそりゃそうだ。これからバス乗って帰ります。帰りました。バイバーイ。さよなら。どっちは。初任紹介、軽く初任紹介。安いよね。2ドルってなんだっけ。あ、靴屋さん、なんだっけ、靴屋さん。あ、そうだ、あれだ、フラッシュ、フラットバンズを買いました。あれでしょ、セレクトショップ。そう、なんだっけ。めっちゃ可愛い、これ。可愛いよ。やばい、フリューガやん。サイズ聞いたら、俺らそのお店になくて買っちゃった。あ、次番外編。じゃあ、ちょっと靴いいですか、番外編。じゃあ、萌木とヤスの靴紹介。番外編コンバースなんか明るいネイビーというか、ジャック・テイラーの多分ね、CT70 うーん、萌え君のてか、ここ4人全員ね、コンバース。うーん、想像してるよ、カヤちゃんに。これやばい。やられました、カイド君にやられました。これ違う、これには訳があって。
違うの、これ聞いて。俺がバス降りようとした時に、ガタガタ次の駅だよって教えてくれた途端に、え、マジと思って、バックしようとしたら急ブレーキの前後ろに転んだら龍河とぶち壊れちゃいました。箱に中身が良かった。ヒロの9歳の7人でヤスと同じ色で一緒に買ったわけじゃないですね。一緒に買ったわけ、たまたま一緒なんだったんだけど、ハイカット俺は。すごいね、かぶんの。逆にかぶんなかったんだよ。わかりました。それはかわいい。2つで9ドルです。1つ7ドルだけど、2つで9ドルです。めちゃくちゃ半額。30%オフか。30%オフ。最高でしょ。次こちらですね。プッチーでは、はい、こちら箱に入ってるかもしれない。これこそこれじゃない？え、めちゃめちゃ香水のやつじゃん。そう。これ、このリング買いました。すごいです。じゃあ次、リュウガ。じゃあ、コーチを買いました。何か買いました？コーチのピアス買いました。ピアスとブレスレットを買いました。すごいね。1個 30%、2個買うと、そう、2つ目のが 50%。ピアス半額。で、割り勘。だからもうすごかった。めちゃくちゃ安くて、そのぐらい安い。いや、結構40ドル。そう、40ドル。80ドルが、いや、2個買ってます。40ドルって3200円ですよ。そうです。コーチへのピアス C、 みんな絶対行った方がいい。いや、ほんと片耳ってヤングが覚えてる。みんなピアス決めたら1個やばい。これいいね。これです。めちゃめちゃいいか。綺麗だ。これこそこうでしょ。ツヤーって。すごい。速攻にしました。うおー、ね、めっちゃいいよ。やったね。ということで、次キャラメルはもうナスとかも。他にお土産いろいろ買ったんですけど、練習なんです。そしてブランドでアルマーニ。はい。で、何を買ったかっていうランボスです。じゃじゃん。全部回るやばいです。これ、あの、なんで色わかるかな。めっちゃ青なの。青なんだけど、暗くてすごいいい知ってる感じです。次このメーカーのバッグを買いました。まあでも、適当に紹介かな。終わった。はい、これ10ドル。このスーシーで終わりかな。カバーしてないの。めっちゃ高くない？これもそれさ、普通にあんまりないけど、もっと出した。出せない。安くないのスーシーです。以上です。はい、はい、6人で来て、6人とも結構買ったんですけど、とりあえず俺と龍が商品紹介。あ、待って、あとこのピアスも買いました。もう一度また割り勘で買いました。じゃあバイバイ。じゃあ明日買います。明日だよ。